こんばんは、アマーゴエシトです。今回はですね、双極性障害、双状態との付き合い方というお話をしていきたいと思います。で、このですね、双極性障害の双ってそもそも何なんだという方は、私が以前に挙げた双極性障害双についてという動画がありますので、ぜひそちらをご覧になってから今回の動画見られるのがいいと思います。そして今回の動画なんですけども、比較的ですね、当事者目線というのも、私がですね、双極性障害2型の患者なので、その患者目線としてお話しする動画であるということを念頭に置いといてください。私もですね、比較的双状態を経験したことはあるんですけども、結構なんて言うんでしょうね、軽めなんだろうなっていう感じはあります。結構双が軽めで、鬱の方が長かったり重かったりっていうタイプの双極性障害です。なんですけども、その双状態っていうのも何回か経験してきましてですね、そこで、自分が思ったこと、いや、これまで経験したことを踏まえまして、こういった対処法が自分にとってはいいなっていうものがあったので、今回そちらをね、皆さんに共有させていただきたいなと思います。そこで私の双状態の対処法4つあります。で、1つ目が通院とお薬、2つ目が指摘してもらう、3つ目が重大な決断をしない、4つ目がちょっと諦めるになります。ではここからですね、それぞれ一つ一つについて深掘りしていきたいなと思います。まず1つ目がですね、通院とお薬。これは本当に基本的なことですね。お薬をしっかり飲むことと定期的な受診で、それに加えてですね、もし急激に進行しそうであれば、なるべく早めに受診することを心がけています。これは双状態に限らず、うつの時もそうなんですけども、本当に急激に進行しきってしまうと、なかなか受診するのが大変になっちゃうんですよね。もう本当に通院も行けないみたいな状態になっちゃうので、なるべく早めに受診するのって本当に大事なんだなと思ったので、急激に進行しそうであれば、こう早めに受診できるように整えています。で、あとはですね、こう通院とお薬って直接関係あるわけじゃないんですけど、睡眠ですね。私の場合、双状態の時って結構目が、なんだろうな、ギンギンになるっていうのかな、すごい冴えちゃって、なかなか夜眠れないっていうことが多かったし、そもそもなんかそんなに眠れなくてもいいやみたいな感じになっちゃってたんですよね。でもそこで睡眠を削っちゃうと、やっぱりその生活リズムも狂っちゃうし、だんだんこうなんか悪化していく感じがあったので、双状態になりそうだなって思った時は、特になんですけども、睡眠を削らないっていうことを意識しています。しっかり睡眠をとるのって本当に大事だなっていう思っていますね。で、次ですね、次がですね、指摘してもらうことです。で、この指摘してもらうって何なんだっていう話なんですけど、本当にこの名前の通りで、双状態って本人にとってはすごい自覚しにくいんですよ。で、自分の場合結構やっぱ双が軽めだっていうのもあるのかもしれないんですけど、なんか本当に調子がいいのか、双状態なのか区別がしにくい。で、そんな時はですね、これも結構ね、難しい話ではあるんですけど、こう周りの信頼できる人にどう思うってちょっと聞いてもらったり、これなんかこれに挑戦、例えばね、こう何かに挑戦したいなって思ったとした時に、私これに挑戦してみようかなって思うんだけど、これってなんかそうじゃないかな、そう状態じゃないかなっていうのを聞くようにしています。で、もしね、その信頼のおける、ね、方から指摘してもらったら、あ、今って自分そう状態なんだっていう風に自覚して、なるべくこうセーブしていこうっていう気持ちに切り替えています。で、なかなかね、その信頼できる人を誰に聞くんだっていう問題もあるし、あとこの指摘してもらう、そう状態を指摘してもらうことにおいて、すごく自分が大事だなって思ってることがあって、もうそれが、もう指摘する側もされる側も怒らないことですね。もうこれめちゃくちゃ大事だと思ってて、やっぱその双状態なんじゃないかっ
っていう風に聞いて怒っちゃう場合があるんですよ。まあ、特に指摘された側がですね、なんでそんなこと言うのみたいな、まあ、それはやっぱりその当事者からしてみると、その例えばね、こうすごい辛い鬱を経験して、まあ、それがやっと明けてきて、あ、調子も良くなってきて、あ、じゃあこういうことにもチャレンジしてみようかなっていう、もう本当にね、気分が良くなって、辛いことも終わったぜみたいな気分の時に、いや、それってなんかそう状態なんじゃないのみたいな風に言われると、やっぱ指摘される側もね、やっぱ傷つくんですよ。まあ、それで、いや、なんでそんなこと言うのってちょっとムキになっちゃうみたいなね、ことが、まあ、これ自分に限らず結構あるんじゃないかなって思っています。まあ、なので、まあ、する側もされる側も本当に怒らない、本当に冷静に冷静に話し合うこと大事なんだなと思います。まあ、あとはなかなかそうやってその人に指摘してもらったりするの難しいよっていう場合には、こう記録を残すっていうことも大事だなとは思います。で、この記録を残すっていうのは、例えばどういう、なんていうんだろうな、そのそう状態が今まで出たかとか、まあ、あとは期間として、なんかこのぐらいのサイクルでそう状態、うつ状態を繰り返すなっていうのを、やっぱ可視化できるのって記録だと思うんですよね。なので、今までに自分がどういう症状があったのかとか、どの時期の時に調子が悪かったのかっていうのを記録を残しておくと、比較的心構えができるんじゃないかなと思っています。そして次ですね、重大な決断をしないことですね。これも、まあ、うつ状態がひどい時もそうなんですけど、まあ、そう状態が強い時に、まあ、決断をしないこと。で、特にそう状態の時ってすごく何でもやりたいとか、あれもこれもっていう気持ちになりがちかなと思うので、その時ってすごい、なんて言うんだろう、自分にとってすごい負荷が高いような決断もしちゃえると思うんですよね。なので、まあ、可能な限り、その、まあ、うつ状態もそうなんですけど、その躁状態が強い時に、その重大な決断をするっていうのは避けていった方がいいと思います。で、なかなかこう、まあ、でもね、やっぱりこう、決めなきゃいけない時ってあるじゃないですか。何か大事なことをね。で、まあ、そういうのがある時には、例えば、なるべく時間をかけて考えるとか、他の人の意見をなるべく聞いてみるとか、そうやってなるべくこう、なんて言うんだろうな、こう衝動的に決めないように心をかけています。で、あとはこれはなんて言うんだろう、まあ、決断においてもそうだし、まあ、常日頃って言ったら変なんですけど、まあ、ちょっと言い方が悪いかもしれないんですけど、逃げ道を必ず作りたいなと思っています。っていうのも、なんて言うんだろうな、やっぱこう逃げ道って言い方あんま良くないかもしれないんですけど、まあ、その別の選択肢を選べるようにしておくっていう感じですね。で、まあ、万が一それができなくなりそうだなってなった時にも、別の対処法ができるようにしておくとか。で、あとはそもそも、その、なんて言うんだろうな、自分をなんかこれ選んだら追い詰めるんじゃないかっていう決まり事っていうのかな、約束事をあんまり作らないように自分は意識しています。で、VTuber 活動をちょっと例にとってみるとなんですけど、私本当に定期的に絶対こうしますっていうのをなるべく作らないようにしています。例えば毎週何曜日と何曜日配信しますみたいな、まあ、定期配信とか、もちろんやることはすごい素晴らしいと思ってるので、他の人がやってるのを否定する意図は全くないんですけど、自分がそれをやってしまうと、なんて言うんだろうな、それが達成できなかった時にすごい自分を責めちゃうんじゃないかなっていう風に思ってて、それがすごくやっぱ心苦しいので、もうあらかじめしないっていうことにしています。なので結構突発的になんかやるとかはあるんですけど、まあ、絶対何曜日は丸々やるんだっていう風な追い込みをしないようにしていますね。そして最後
ですね。まあ最後もちょっとこの言い方どうなんだっていう感じもあるんですけど、ちょっと諦めるっていう、まあ、このちょっと諦めるっていうのすごい大事だなと思ってて、まあ、他のね、症状、まあ、病気の症状ってそうだと思うんですけど、いきなりね、その症状をゼロにするのってめちゃくちゃ難しいと思ってます。もう自分の中ではほぼ無理だなって思ってます。まあ、特にこの、なんて言うんだろうな、ずっと付き合っていくような病気ってすごく難しいなと思ってて、やっぱりその双極性障害のその症状ってすごい人によってやっぱ個人差もあると思うんですよね。で、まあ、双極性障害に限らずなんですけど、なんかこう一個病気があって、その中の症状が出た時って、本当個人によって差が違うし、差があって、なんか出てくる症状も違えば、その症状が出た時に、なんかどうするのが、なんか一番いいのか、どの薬がその人に合ってるのかってやっぱ個人で違うじゃないですか。なのでそれをいきなりこうぴったり当てはめる、まあ、完璧に対処するっていうのはすごく難しい、無理って思って開き直るようにしてます。で、まあ、もちろんちゃんと通院したりお薬飲むことっていうのはめちゃくちゃ大事ですし、それって長期的に見たら再発防止だったり寛解維持の点からしてすごくいいことなんですけど、まあでもまあそれも継続しつつ、まあ今症状出てるけど、まあなんて言うんだろうな、それだけでこう全部ダメっていうわけではなくって、まあちょっとずつこううまく付き合えていけたらいいなっていうふうになるべく考えるようにしています。自分も結構元から完璧主義みたいなところがあって、もう完璧に直さなきゃもうダメだみたいな風に思いがちなんですけど、まあでもなんて言うんでしょうね、すごく自分がなんて言うんだろう、この病気になってからいいなって思う考え方じゃないですけどがあって、そのやっぱ 100% 頑張らなきゃいけないみたいな風に思ってたんですけど、その 100% 頑張るよりも、その自分が、まあ、80%、まあ、この 80% の数値は人それぞれだから何でもいいんですけど、その 80% の頑張りで問題ないくらいの体制がちょうどいいなって自分は思いました。やっぱ 100% 頑張ろうとか、いやその 100% を超えて頑張って成果を上げようみたいな風に考えちゃうと、自分にとってはめちゃくちゃそのなんていうの、意気込みってすごい自分を追い詰めることになるなって思ってて、まあ 80% ぐらい頑張ったなみたいな、まあでもうまくいったわぐらいの方がちょうどこう余裕を持ってて、自分にとってはすごくいいなと思いました。はい、まあ以上になります。で、まあ、今回のね、動画を撮った、経緯として、まあ、その、躁状態にまつわる、その、まあ、マシュマロお便りですね、が届いてたんですけど、ちょっとね、今回、それ入れると長くなりそうだったので、またそのマシュマロ回答については別動画で、答える予定ですので、またそちらも見ていただけると幸いです。また、もしね、双極性障害のその躁状態について自分はこうやって付き合ってるよっていう、もし意見などありましたらぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。どうだったでしょうか。この動画がいいなと思っていただけた方はまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。